どうも、ニューあずきです。はい、というわけで、おうち配信も、なんと、新衣装になりました。イェーイ。ありがとうね、みんな。はい、ということで、今日は、まあ、おうちで、そう、新衣装になったよっていうのと、あとは、そう、なんだかんだですね、新衣装お披露目から、一週間以上経ちまして、まあ、その振り返りちゃんとやってなかったなと思って。そう、今日はその振り返りをしていきたいと思っております。はい。そんなわけで今日は、ちゃんと一応、お品書きを、お品書きをね、今ここくんと、はい。なんでまあ雑談振り返りメインで最後にちょっとお知らせがありますので、いきます。バン。はい、今日はこんな感じで、先週あったことをちょっと振り返りつつあ、そう、これとこれも見てってほしいと思います。はい、岩子くん、はい、みんな覚えててくれてありがとう。はい。ということでですね、トークデッキ、そう、あずきね、いろいろ用意、準備しないと喋れない人でして、はい、雑談など、していきたいと、思いまーす。いや、なんかまだ、なんか慣れてないな。よし、そう、先週の、よいしょ。先週の2月23日に、なんと、あずき新衣装になりました。この衣装になりました。なりまして、ですね。そう、みんなにお披露目をした、なんだ、お披露目ライブをしたわけなんですけど、いかがでしたか？いや、なんかさ、本当にみんなに受け入れられ、今日ダメだ。久々すぎて喋れない。そう、みんなに受け入れられてもらえるか、めちゃくちゃ心配だったんですけど、でも、みんな予想以上になんか喜んでもらって、いや、なんかよかったなと思って。うん。あ、素晴らしかった。ありがとうね。そうそうそう。結構ね、大胆にちょっと、衣装をですね、変更してもらってですね。そうなの、そうなの。ちょっとあずきも、なんかこういう風にしてほしいですとか、ちょっといろいろお願いをしまして、で、そう。アイドルだった。ありがとう。はい。はい。で、そう、ライブって形でね、そう、久々に、そう、10曲？何曲だったっけ？ 10 曲ぐらい？ 11 曲か。歌いました。はい。すごく歌姫って感じでした。ありがとう。近所のおはぎ屋さんが潰れたんで、癒され、悲しい。あ、旧衣装を着る機会まだありますか？あります。ありますので、ぜひ今後のあずきにもご注目ください。あ、多分ね、びっくりしたと思うんですけど、でもまあ、そう、いろいろね、そう、そもそも、去年の7月のシックスライブの時に、新衣装、作りますって言ってから、もうな、7ヶ月そんぐらい経っちゃったんで、非常に大変お待たせいたしましたという感じだったんですけど、でもそれでも、待っててくれた開拓者の皆さんありがとうございました。そう。でね、今回そう、見てくださった方はわかると思うんですけど、結構ね、そう、なんか多分きっと、初めてあずきを見る人も多いかなと思って結構、瀬取りをね、可愛めというか、ポップな感じで、まとめたんですよ。そう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 。
そうだ、なんか、なんで、なんか、そうだ、多分、あずき、結構オリジナル曲をですね、たくさん出して、多分、追い切れない、追い切れてない、多分、開拓者、新規の新しい開拓者の皆さんもいると思うので、なんか、どっかで、あずきのオリジナル曲を、今までのやつを、全部歌ったら死ぬかな。死んでしまうかな。耐久になっちゃうかな。耐久になっちゃうかな。かな、なんか、ま、じゃ回数を分けて、なんか、オリジナル曲を、なんか一つずつ歌って、今までこんなことしてきた、こんな歌を歌ってきました。みたいな。みたいなのを、なんかどっかで、ちょっと、やりたいかな。全部死んじゃうかな。死にそう。どっからどこまで歌うか。あ、そうだね。午前の部、午後の部。みたいな感じで。耐久しがち。そう。なんかそういうのをなんかどこかでやってですね、なんか知らん曲もきっとあるだろうし、この機会にと思って。あ、よく覚えてますね。耐久あずきっていうのをね、すごい、もうでも結構前なんですけど、ルーレットでなんか当たんない、全曲当たんないまで歌い続けるっていうのを、そう、かつてやったことが。かつてやったことがあって、そう。で、それ、全然歌、なんだっけな。何曲だったっけな、あの時。いや全部で、でも、なんか、何曲だったんだろう。何回歌った、なんか、同じ曲が当たりすぎて、そう。そんなこともあったんですけど。